一の谷の戦いでの道森の死と詳細章が後を追って受水したエピソードは、平家物語で一章が裂かれ、一の谷の戦いでの象徴的な秘話になっている。詳細章は、上西門院、賭場天皇の御子で、後白河天皇の同母姉の女房で、九中一の美女と歌われた。平家物語からのエピソードのみになるが彼女が十六歳の、時、自称三年。 1179年頃に、発祥の花見にお経した際に、これを見た、中宮良、平道森は彼女に一目ぼれした。その後、和歌や恋文を仕切りに送るが三年経っても、詳細賞は返事をしなかった。これが最後と思い、文を書き使いに渡したが、折り足く取り次ぎの女房がおらず、使いが戻ろうとすると、ちょうど里から帰ってくる。 小細章の車に行き合った。使いは文を車に投げ入れて去った。小細章は、とりあえず持ち帰ったが、御所で宮遣へしていた時、上西門院の前でこの文を取り落とし、女院はこれを拾って、あまり気が強いのもよくありませんと、惨めな最後を遂げたという小野小町の例を出して、自ら、硯を取り寄せて、返事を書いてやるように促した。こうして、 女院の中立ちで道森と詳細賞は結ばれた。道森は詳細賞の他に、いとこの平宗森の娘も妻にしていたが、こちらはまだ十二歳程度の幼い少女だった。やがて、自称、樹永の乱が始まり、道森は各地を転戦するが、平家は源の義仲に大敗を喫し、樹永2年、1183年ついに宮高地を余儀なくされた。細は、 道森と共に会場をおろうした。平家は、佐抜国屋島に本営を置き、やがて、摂津国福原にまで進出を果たした。樹英三年、1184年正月、吉中は、鎌倉の源の頼朝の弟の則頼、より、義経に滅ぼされ、同年2月には、則頼、より、義経は大軍を率いて、福原へ迫った。合戦を前に、道森は、 沖合の戦団から妻を呼び寄せ、明日の戦で討ち死にするような気がする。私がそうなったら、君はどうすると言った。詳細相は、戦はいつものことだから、この言葉が本当だとは思わず、自分が身ごもっていることを告げた。道森は、私は三十歳になるが、どうせなら男子であってほしい。幾月になるのか戦場のことだから、心配だなぁと大層を喜んだ。 そこへ、兵器随一の豪遊で知られた弟の乗常がやって、来て、怒りながら、ここは、この乗常が置かれるほどの危険な戦場ですぞ。そのような心がけでは、物の役に立ちます前にと兄をたしなめた。道森も最もなことと思い妻まを船へ帰した。合戦は、平家の大敗に終わり、一門の多くの者が討ち死にし、 道森も佐々木と室名に討ち取られまた船へ帰ってこなかった。八島へ向かう兵家の戦団の中で詳細省は夫が撃たれたとは聞いてはいたが何かの間違いであろうと生きて帰ることもあるかもしれないと心細く夫の帰りを待ち続けていた。詳細省が乗船している船に道森の従者の滝口人がやってきて 道森が港川で打ち死にした胸と最後の奮線の様子を報告した。これを聞いて、詳細省は返事もできずに泣き伏し、夜が明けるまで起き上がることもできなかった。二月十四日、船団が屋島に到着する夜、詳細省は馬に港川の後、誰も夫と会った人はいませんでした。もう、夫は泣き物と覚悟しましたというと福原での、 夫との最後の対面のことを語り、幸運で、片身として育てねばならないと思うが、悲しみは増すばかりで、亡き人の恋しさに苦しむよりは、海の底へ入ろうと思い定めました。どうか、夫と私の母体を弔っておくれと頼んだ。乳は涙を抑えて、幸運で育て、二になって生きるべきですと必死に止めた。詳細章もその場は、身を投げると言って、 本当に身を投げる人はいませんよと思いとどまったように答えた。やがて、乳母がうたた寝すると詳細賞は起き上がり、ナム正方極楽世界、どうか別れた夫婦を極楽で会わせてくださいと念仏を唱えると海に身を投げた。カジトリがこれを見かけて、乳母を起こしてみんなで海を探し、ようやく詳細賞の体を引き上げたが、すでに死んでいた。 ウバは、道森の鎧を泣きらに着せて、泣く泣く詳細将を海に沈めて葬った。その後、ウバは、道森の弟で僧侶になっていた、中納言立志、中海のもとで、啓発失気して、道森と詳細将の母体を弔った。人々は、夫に先立たれた妻は2になるのが普通なのに、後を追うとは珍しいことだと感心し、中心は二君に使えず、 丁女は二夫にまみえずと、四季の古事を引いて言い合った。県令モー右京大部集にも、美人で有名だった女房らしく、道森の妻となったことは、右京大部にとっても、意外だったようだが、夫の死の後を追ったことが、これまでにない刑の深さよ、と京都でも表になったと記されている。また、右京大部の知人が詳細省に思いをかけていたことも、書かれている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。